楽して観光ツアー in 警察署へ、なんか in RPD っていう方がもしかしたらね、なんか気分はいいのかもしれないですけどね。まあとりあえずで、今回はですね、こちらの方に向かってまいりましょう。で、こっちの方でね、なんかドゥエンって、あ、行かないのかーいということなんでね、こっちの方進んでいこうとするとですね、なんか目の前の方でね、ふら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 、酔っ払いがね、また窓から入ってこようとしてるんでね、そんなことさせませんよーということで、まあ、とりあえずですね、ドーンとやっていこうと思います。で、前回こちらの廊下に関しては皆さんにご紹介をね、した記憶がございますんで、まあとりあえずこちらの方に向かっていこうかなというふうに思っております。なんか焦げて、黒丸焦げ茶先輩がたくさんいるというところなんですけども、はい。で、こちらの方走っていこうとすると、まだ多分、うい、やっぱいたよね。はい。やっぱいたよねー。ロッテのツオ。いやー、焦げてますね。見事に焦げてますね。なんかここにね、お口パクーってなってるんでね、そこにバナナを詰め込んでやりたいなという、そんな気分でございます。目の前に警備員さんが近づいて、キャー、助けてくー。何か目の前にいたようですが、はい。気のせいでございます。あー、女、かつてはきっと美女だった。はい、残念ながらですね、私ですね、赤い服装をしたですね、あのショートパンツの女の子にしか私興味がありませんので、一旦彼女に関しては無視したいなというふうに思います。わーって中に入った。彼女じゃないですか。でもなんでそんな上服着てるんですか。その服を着ているところがマイナスになってしまったので、お命頂戴ということでございます。はい。で、こちらの方に戻っていきましょうかね。で、こちらの方戻っていこうとすると、ここですね、あの鎖がパカーンってなっているので、そこをね、パッカーンって割ろうかなというふうに思っています。はい。パッカーン。で、ここを開けるとですね、まあ、ここで作戦指令室の裏側、実はこうなっていました、なんていうことですね、あの、皆さんと共にですね、あの、見ていこうかなと思うんですけどね、ロッカールームキャップっていうのは、ここどこのキャップなのかっていうことですね、まあ、後ほどですね、あの、皆さんにね、あの、ここでしたっていうことをお伝えしようかなというふうに思ってます。で、これをパッカーンって開くんで、とりあえずですね、いらないものに関してはもうそこかしこに、ね、どんどん捨ててね、ここをゴミ屋敷とかしていくということが、まあ、おすすめでございます。はい。で、こちら開けたんですけれども、ここが一体どうなっているかというとですね、まあ、よくあるじゃないですか、あの、体育館なんかにですね、あの、やっぱり入学式とかね、卒業式の時に、ね、机を並べたりとかするやつがあるかと思うんですけれども、まあ、作戦指令室でですね、あの、実際の、あの、新しくね、入社する人たちとかですね、あの、それから逆にあの、退職される方々に関してですね、あの、そのお届けをする際にこちらの椅子を使ってですね、手続きのための机なんかっていうのをここに並べて使っているということでございます。はい。で、ここでユナヤのですね、あの、黒丸工芸者先輩がですね、あの、ちょっとね、まあ、DIY は俺得意なんだよね、っていうね、ガチャガチャって。だから DIY は得意だから、あれですよ、あの、警察官のね、あの、警察署の入ったところのですね、あの、中央にある大きな扉のね、あの、窓が閉まっていて、ドアがね、あの、閉められているという、そんな状況でございますね。はい。で、こちらの方に戻っていこうかなと思うんですけど、ここになぜ爪がね、なんかわーってなってるんですけど、まあ、あそこはあんまいいやと思って、はい。で、ここになぜか爪がバーってなってるかっていうのは、それのですね、あの、解決策じゃね、あの、それのね、あの、答え合わせに関しては、後ほどね、皆さんにね、あの、お伝えができるのかなというふうに思います。まあ、何発先になるかわかんないですけどね。まあ、とりあえずということでね、あの、大きな音をね、立ててね、あの、新しいアイテムを入手したいかなと思って、ピピギュイブーってなってますね。はい。中二病オツということでございます。はい。アイテムをね、二つ拾って、はい。切り替えるということができるということで、あ、おう、拾っておいて、はい、で、拾って、燃やして、アイテムカチャッとやって、で、ここでね、あの、もしかしてね、あの、泥棒が入った、でね、私のここに入れてたはずの、シュークリームがなくなっているわーっていうね、泥棒が現れた、みたいな状況になった時にはですね、こちらのコールを教えていただいてですね、で、監視カメラをベッてやった時に、ああ、あいつが盗んでるよ、また、やつが盗んでるよ、クソゴリラ、つってね、あの、もうクソゴリラつったらもう一人しかいないということなんですけども、はい、ロッカー用端末についてですね、はい。で、ここにですね、あの、盗まれたもの一覧ということがね、あの、いろいろとね、記載されている盗まれたもの一覧というのは、まあね、あの、毎日ね、2、3個のアイテムがなんかどうやら盗まれているという状況でございますので、もう皆さんそこに関してはね、ぜひご注意いただけたらというふうにも、アイテムを預けたら最後終わりだよっていうことでございますね。はい。ということで、今からこちらに向かっていきたいんですけれども、こっち合ってたかな、こっちで合ってた、ちょっと待ってくださいね。あれ、私が拾いたいアイテムがこれと、あれ、あ、そうだ、合ってますね。はい。こちらの方向かっていきましょう。で、とりあえずちょっとアイテム欄がたくさんになりつつありますんで、一旦こっちの方に進んでいって、まあ、あの、いらないアイテムに関してちょっと預けていってですね、はい。で、皆さんにあの、ゴリラの花園を今からお見せしたいというふうに思います。ということで、これ預けて、あ、違う、何してんの、預けて、これは後ほど使うから、これを預けて。はい、じゃあこっち行きましょう。はい。で、もう案内したところに関してはですね、もうあの、皆さんでね、あの、もう無視をしていきましょう。はい、もう何回も案内をしてもね、あの、時間を食うだけで仕方がないんでね、はい、もう時間を食ってもね、淡くことになっちゃうんでね。はい。ということで、こちら入っていきましょう。はい。で、こちらもですね、シャワールームでございますね。たくさんのね、あの、汗をかいたですね、男、女たちがね、あの、もう、うえーってなってる状況なんですけど、あ、間違えた、これ拾っちゃったからにはもうこれやるしかないですね。さあ、食べましょう。てれてってこんなに喋りながらできるかな、てけれてっ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 てけれて
さあ、うまくいこうって、うまいこと言ったっすね。はい。ね。なんか割とうまくいったのかもしれないですね。OK です、OK です。はい。ということでございます。はい。で、スペース次ということでね、こちらのアイテムはですね、まあ、ちょっと拾っちゃったからに仕方がないということで、バーって、ね、あ、アイテム、あ、こんなに拾っちゃったらね、またね、ちょっと、めんどくさいことになるかもしれないですね。ここはね、キャップを開けていきましょうか。はい、キャップ。で、ピッ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 プンって開けて、あー、で、これもどんどん拾ってる。さあ、最後なんです。キャー、お前なんでそんなところで隠れんぼしてたんだ。誰にも見つけてもらうことができずにみんなが帰っちゃったっていう残念な男の子の役じゃないか。よくありますよね。まあ、鬼ごっことかさ、隠れんぼとかしててさ、ね、残念ながらね、見つけてもらえないままね、みんなの、田舎じゃねえ、田舎に帰ったって壮大な話になっちゃって、実家に帰っちゃったみたいなことがあったりとかするんですけどね。まあ、そんなこともありつつですね。あれ、ちょっと待ってよ。あのアイテムを拾うのは一体どこだったっけ？あれ、ちょっとわからなくなっちゃいましたね。わからなくなっちゃったから、とりあえずいらないアイテムに関してはもう預けに行きましょう。はい。で、ここで元気に死んでいる彼は、生きているのかな？まあ、元気に死んでるから、まあ、生きてるわけないんだけどね。はい。じゃあ、一旦ごめんなさい。アイテムは戻しに行きましょう。そしてその後ですね、ゴリラの花園に皆さんをお送りしたいというふうに思います。これも一旦預けてみましょう。はい。アイテム欄が急にね、寂しくなりましたね。まあ、ということでね、やっぱりね、彼女の持っているポシェットもね、数限りあるものになりますからね。はい。じゃあ、こっちの方、プラプラプルプル、お尻プルプルしながらですね、お尻プルプル見ながら巨乳をトロトロ見せて、ね、こっちの方に向かっていきましょう。はい。で、ちょっと待って、メンズクリアだったね。はい、残念ですね。メンズクリアだったんで、まあ、残念ながらですね、ここで、なぜここにね、空いてるのかっていうのを紹介したいかなというふうに思うんですけれども、はい、あ、なんかちょっと生きてたらね、で、こっちはウーメンズクリアになってるのかな？はい、わかんないですけどね。はい。で、ここアイテム開けると、なんかいろいろと仕込まれていたとかなと思ったけど、そんなに仕込まれてなかったですね。はい。で、ここですね、夜な夜なですね、男たちがね、シコシコした後のね、ティッシュなんか、シコティって言われたりもしちゃうんですけど、まあ、そんなものがね、いろいろと仕込まれたりとかするんですけども、はい。で、ここにですね、まあ、ね、皆さんね、やっぱり体臭がきついということで、たくさんのギャッツビーをね、置いているんですけれども、やっぱり口臭が気になるお年頃の方々もたくさんいますが、はい、皆さんですね、ちゃんとね、朝昼晩ね、歯磨きをしたりとかですね、口臭ケアのためにね、お口くちくちもんだみんをしたりとかって、そこら辺大丈夫でしょうかね。はい。で、やっぱり体をね、洗った後はですね、やっぱりローションとかね、まあ、化粧水、ローション、乳液、美容液、そしてそれからまあ、あと何でしたっけ、忘れた。あ、保湿クリームなんかってもやっぱり塗ってね、お肌はね、いつもね、若々しく綺麗にいておきたいっていうね、全美魔女の、ね、願いでございますね。はい。で、こちらですね、あれですね、なんだっけ、タンニングマシーンですね、日焼けサロンの代わりにですね、まあ、1回5分から10分で仕込みますよところですね、ボディービル大会とかね、フィジック大会に出る方に関してはぜひご利用いただけたらというふうに思います。はい。で、まあ、この時ね、98年最先端のね、洗濯機なんかってもたくさんあったりもするんですけれども、まあ、洗濯機ね、乾燥機付きではないのでね、この中に入れられても多分相当蒸れて相当臭いと思われます。くっせ。はい。ということで、はい、この先にですね、ゴリラの花園が待っているんで、向かっていきましょう。はい。ここでアイテムは拾っておいて、はい。で、これで、おーっと、現れましたね。はい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 。ペロリーナパイセンでございますね。はい。ペロリーナパイセン、非常に私もね、お世話になった記憶があるんですけれども、まあ、ここでなんかね、ぐにぐにやってるってことでございますね。はい。で、先ほどの洗濯物がね、そこでペーって、ね、乾かしたものに関してはですね、こちらでですね、はい。ここで乾かしているということで、ペロリーン先輩がね、いつもね、干したやつをね、洗濯機からペロでペローンって出してね、ここにペラペラって出していただいてですね。はい。で、まあ、ちょっとね、ここでね、オムライス大会が開かれたのがね、すごいね、ケチャップの量が半端ないことになってて、なんでこんなところにワッパがこんなに引っかかってるんだってことですね。はい。気づかなかったですね。はい。私、初めて今、緊急した観光ツアーをしながらね、こんなところに逮捕者がたくさんいてるのに、ここにあれでね、犯罪者がたくさん吊るされてて、ここあれでね、犯罪者がここで眠っているって、そういうことになってるんですね。はい。で、彼らにか、おお、なんか、なんだか、車の攻撃者先輩の真似をしている人たちがたくさんいるということですね。で、よくよくここを見るとですね、ウーメンズロッカールームになっているということですね。ロッカールームは別になっているけど、シャワー浴びるところは男女と一緒になっているということですね。女子大生の彼女にとっては苦痛かもしれないですね。はい、では、お邪魔します。ゴリラの花園。はい。で、ここでアイテムを拾って、いろいろ拾っていきながらですね、ゴリラの花園ですね、まあ、紹介したいというふうに思います。はい。で、あ、なんか新刊勝手にできちゃった。はい。で、まずはですね、ちょっと待ってね、所内管内9157ですね。はい。ちょっとアイテム欄を増やしたいところでございますので、後ほどまあ、ちょっと行きましょう。はい、ここがですね、リーダールームということでございますね。はい、こちらにですね、ゴリラの花園のパイセンがいたりとかですね、まあ、彼、この今、ロケットランチャーを構えている彼女のお兄さんなんかも映ってたりはするんですけど、スペシャルタックスアンドラスキューサービスということでね、サービスっていう時点
人なんかちょっとね優しい感じがするんですけども、実態はですね、あのまあなんかねちょっとウイルスに侵されたあのサングラスおじさんとかですね、あのそれからまああのちょっとあの2トン、推定2トンの岩をね素手で、ね、破壊することができるというお兄さんがいたりとかですね、もう相当危ない組織になっているということでございます。はい。でここにですね、今ちょっとお見せすることができないんですけれども、まああのここにねあのリーダーとして座っていたね、あのまあ隊長として座っていた彼のですね、あのまああの夜な夜なのおかずがねこちらに眠っているということでございますんで、まあいつか紹介する機会がありましたら皆さんに、お伝えしたいというふうに思います。はい。まあアメリカの国旗がねここにあるだけでマシかもしれないですね。ちなみにこの98年時点では50州ちゃんとあるのかな、その50州まだあるのかどうかわかんないですね。今50何州に増えてるんでしたっけね。まあそこら辺ちょっと私アメリカのあの都道府県に関してちょっとよく分かってないからあれなんですけど、都道府県って言い方よ。はい。でこちらですね、はい、でいろいろアイテムを拾っていきましょう。はい。でもここにですね、まああの夜な夜なですね、あのいろいろとね、あのこんなものであの私はあの行為に勤しみましたよというですね、まあジルとレベッカに関しては果たしてそんなことを許されているのかという、まあ男社会だから仕方がないかなというところでございますが、で確かここをですね打ち込むと血がタラーって出てくるはずなんですけれども、まあ血がタラッと出てくるところがですね、まああのこうバッと陳列剤をぶち込んだりしてるとそんなこともないよってことで、でここが作戦指令室ということで、ね、まあ、なんかいろいろ潰れているんですけど、ここに誰かが入ったのかなということで、なんで潰れているのかわからないですけど、まあおそらく2トンのあの岩を破壊する人がですね、あんまイライラしね、あ俺は今からヨーロッパに行くバキーってやったのかっていう、そんな可能性が高いというふうに思われます。その本当にごめんなさいね。はい、すいません。はい、すいません。はい。でここら辺にいろいろとアイテムが落ちているので、とりあえず拾えるだけ拾っていってしまいましょうということでございますね。はい。でこちらの方には何もないということで、ここに、あこれはですね、まああのあれですね、エアガンでございますね。なぜかね、あのこんな ミニサイズのね、あの銃がね仕込まれているのってことはちょっと考えにくいとは思うんですけども、こちらに関してはまああれですね、これあれかな、デザートイーグルになるのかな、ちょっとよく見てみないとわからないんですけど、私あの銃のねあの名前はね、あのにわかなんでね、あの AK-47 デザートイーグルとかですね、あの AK-47 っていうね、そういう武器ら辺くらいしか分かってないということでございますんで、まあ、そこら辺もご了承いただけたらというふうに思います。でまああのね、ちゃんと空調装置なんかっていうのもこの隙間からねちゃんとね、あのクーラーが通るようになったりたりなんかってもするんですけれども、まあ、残念ながらですね、まあ、ちょっとゴリラがね、あの全体の気温をね20度上げるというね、そういう恐ろしいね、もうここはサウナかよってね、あのこんな夜更けにサウナかよっていうような感じになってるんですけれども、まああの扇風機でちょっとねあのやることによって、まあ、25度下げることができるという、そういうね恐ろしいサウナになっているということでございます。はい、すみません、ちょっとねあのコーヒーを飲ませていただきました、お許しください。はい。でこんなところにね、あのジャケットが載ってるんですけどね、まあね仕方ないですね、まあメイドインチャイナということでね、まああのまあ2013年にはねチャイナに乗り込むゴリラパイセンがいたりとかもするんですけれども、まあそんなかゴリラパイセンがですね、やっぱりね俺も天使翼を発授けてほしいよということでね、羽を生やしたらヨーロッパに飛んでっちゃったっていう、そんなオチでございますね。はい。でまあいろいろあるんですけども、まあ、これがですね、あのこの次の作品に出てくるですね、あのジルバレンタインっていうですね、もうおっぱいとショートカットが最強に似合うですね、あの美女がいるんですけれども、まあ、その彼女が飼っているはずであろうワンちゃんなんですね。まあ、ところがあの作品にはですね、ワンちゃんは出てこないので、ね、これはもしかしたら実家のワンちゃんなのかもしれない、そういうオチでございますね。はい。じゃあこんな感じでね、スターズのね、部屋をご案内させていただいたというところですね。私はちょっとこの先のですね、ちょっといろいろと、あの、しこしことやらなきゃいけないことがまだ残っておりますんで、そちらの方に向かっていきたいというふうに思います。まあ、こちらの廊下に関してはですね、もうケチャップライス大会がね、あの、仕込まれたっていうことくらいしかね、ご紹介するスペースがないということでございますね。一旦もしそのまま進ませていただきたいなというふうに思います。はい。いろいろとね、アイテムがねパンパンになってしまっているんですけれども、まあ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 、アイテムがすぐパンパンになってしまうということはね、もうバイオハザードあるあるでございますんで、まあね、もともとの作品はですね、あのこの彼女、今このインターンに来てくださっているね、クレアレッドフィールズという彼女に関してはですね、あのこうやって今、ね、アイテムがね、もう今8個持つことができる、まあ今もう、8個5678910個、ごめん失礼しました、10個ですね。で今から12個に増やそうかななんていうふうに思ったりはしているんですけれども、まあ彼女のね、あのお兄様に関しては先ほどのね、あのゴリラパイセンって2トンの岩をね、ふーっと破壊することができるっていうね、ゴリラパイセンに関しては残念ながらですね、あの6個しかアイテムを持つことができないっていうね、本当に残念な生物でございますのでね、もうあの全てのスペックをね、あの頭に持ってっちゃったっていうね、残念な感じな、頭じゃなくて頭に持ってってたらもっと持てるようになってるわっていう話なんですけど、はい、まあ残念ながらね、あの全て筋肉に割り振っちゃったっていう、そんな感じでございますんでね。はい。で、あの多分なんで破壊しなきゃいけないところでこんなに強く散らかしてるのって、ね、ここちょっと不思議なんですけど、ここちょっとなんともしがたい、なんかあれですね、そして全くあの逃げることがないあの世界の真実ってことで、はい。で私ね、毎回ね、あのこれ何だったっけっていうのが忘れちゃうことになってしまいますんで、まあ新人の初仕事っていう、あちょっとね、あれどこだ、あこちらの警察署、いや、ラクーンシティへようこそ、今それを見たいんじゃなかったんでございますよ。はい。ということで、ね、あの、かつてはきっと美女だったと、あの、チューペットで、それから、あの、蛇が、吸い込まれてしまう、ボルデモートが出来上がるということで、まずはですね、かつてはきっと美女だったパイセンで、それからチューペット、そして、ボルデモート、あれ、ボルデモート。ボルデモートの飼ってた蛇って名前何でしたっけ、ラキアだっけ、違わない。なんか、あれだよね。テストのアップ。よくわかんないですけど、で、まあ、あの、
目の前からですね、あのペロリーヌ大変ご視聴ありがとうございますね。いつも洗濯物を干してくださってありがとうございます。そのお礼に、タモというタモをぶち込んでおきました。はい、ありがとうございます。ということで、まあ、あの今からですね、間違えた、こっちから降りた方がもしかしたら早いかもしれない。よくわかんないけど、とりあえずこういう風に、ね、押していきましょう。はい。観音小説に、ね、囲まれながら、あー、足元になんかいるー。そんなことはまあどうでもいいんだけど、はい。ということで、こちらの方に向かっていきましょうかね。エグジット。はい。金近おまけ。はい。で、こちらの方に向かっていってですね、まあ、あの次に関してですね、地下室の方をね、皆さんにご案内をしたいなというふうに思っているんですけれども、まあ、あの一旦ですね、あの地下室への道をご案内というところで一旦ね、このあの観光ツアーをね、区切りたいと思います。皆さんもね、やっぱりね、そろそろ、ね、トイレ休憩だったりとかね、お菓子等々ね、食べに行ったりとかっていうのが非常に大事になってくる時間帯であるのかなというふうに思いますんで、まあ、あの、あー、間違えたー、はい、やり直し、はい、ということでございます。はい、で、9、15、7パイセンでございますね。はい、くるっと。そうすると、私、アイテムが12個持てるようになります。ありがとうございます。はい。ということで、これを拾ってですね、はい、くるっと振り返って、まあ、アイテムがね、2個余裕ができたというところでございますが、まあ、どうせね、あの、使うのは救急スプレー、痛くというところでございますんで、まあ、そんなことを気にしながらですね、はい、こちらパコンと開けて、まだ腹痛で倒れているね、そろそろ起きていただきたいんですけどね、そろそろ87連勤目に行っていただきたいんですけど、まあ、あの、ね、社員をね、あの、無理強いすることは、彼に関してはですね、あの、どっかでね、あの、なんか下半身食べられたから、もうちょっと僕動けないよっていう人がいるんですけれども、まあ、そういうね、あの、毛病を使っている人とは違ってですね、彼に関しては本当に過労で倒れているというところでございますんで、まあ、そんなことがないようですね、下を眺めているとおっぱいっぱいがチラ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 ですね。はい。で、いつの間に右に殺すたらそんなハンドガンをやっているのかなっていうところなんですけども、そんなことはいいですね。ねえ、マービン、やったわ。抜き道があったわよってことで、はい、抜き道で抜き抜きしてあげるからおいでっていうことなんでございますけども。マービン、早くここを出ましょう。悪夢、87連勤、働かなきゃ。給料が。大丈夫、子供に飯食わせてやんなきゃなーっていうね、そういう不屈の精神でございますね。不屈の精神があれば毎日働くことができるんですけど、私頑張って20連勤しかしたことがないので、一人で逃げろ。はい。まあ20連勤っていう時点で、まあ、いいから行け。からすると相当頑張ったのかなっていうふうに思うのかもしれないですけどね、まあ、こうなったらもう手遅れだ。それだけ頑張ったということでございます。はい。そんなこともね、今すぐ街を出ろ。ということでございます。はい。あなたを追いまあ、そんなことも言いながらですね、はい、まあ、あの一旦ですね、あのこちらの観光ツアーね、区切りがいいところまで来たということでございますんで、皆さんですね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、次回の地下鉄じゃないや、あの地下室のね、あの観光ツアーも非常に楽しみにしているよとですね、合図をですね、あの数値によって皆さんお知らせしていただけたら幸いでございます。はい、分かったということですね。はい、あのこちらで、ね、まああのちょっともうちょっと俺 DIY してんだよね、DIY をしながらですね、あの87連勤過ごしたいなというふうに思ってるから、ちょっとまあ一旦先に進んでおいてくれよということで、はい、まああのお礼を告げてですね、ありがとうって、まあ、戻ってくる時にはですね、あの素敵な警察署になっていることを私願っているわということでございます。はい、でこんなですね、あの一瞬でね開いてしまうっていうくらいね、あの相当ねひどいね、あの作りになっているということで、誰も突っ込みを入れないということが、まあ非常に不思議な警察署の作りということでございます。まあ、元は美術館だから、やっぱからくりっていうことが非常に大事になっているんだろうなということで、はい、ここ人感センサーになっていますんで、なぜかあの入ったらですね、明かりが非常に勝手についてくれるという非常に優しい仕様になっておりますと。はい、で、次回に関してはですね、あのこちらのですね、まずはあのこの部屋のですね、ご紹介をしたところから、次のさらに地下深くね、こちらのエレベーターが仕込んでおりますんで、そちらの中に入っていこうかなというふうに思っておりますんで、次回こちらのご紹介からお楽しみいただけたらなというふうに思います。ということで、グリーンハーブが生えてきましたんで、こちらを組み合わせておいて、一旦仕込んで、じゃあなんか出てきちゃった。一旦仕込んでおいて、こちらも仕込んでおいて、こちらも仕込んでおいて、はい。ということで、一旦ですね、こちらの方で終了とさせていただければ、まあ、これか、このシルクハットが、シルクハットじゃないね、このダンディーな帽子が一体誰のものなのか気になるところではあるんですけれども、この辺で終了とさせていただきたいというふうに思います。ということで、本日も動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。